つもちょっと違うんです。違うな。ちょっとでもこれ僕買うのも初めてです。どうしたの？何ですか？これは。あ、ちょっと一回乾杯しましょう。はい。音だけは。だんだんこの音はレベル上がってると思ってるんです。そんなことないです。そうです。タイミング合ってきてるってこと。あ、そうです。お疲れ様です。本日もお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。おお。あんま変わんないですか？あ、変わる。わかります。美味しい。うん、確かに。今日は、0.5% アルコールが入ってます。うん、ビアルコール、はい、ビアリ、ビアリ、ビアリ、朝日、朝日、ビアリ、一応なんか炭酸飲料扱いにはなるんですけど、うん、これ飲んじゃうと一応飲酒運転はおやめくださいって書いてるんで、うんうん、お酒になるんですかね。ただこれだったらちょっとラジオだったら許されるかなと思って買っちゃいました。うん、ありがとう。今日歩いて帰ろう。そうです、ゆっくり歩いて帰ると。まあ、酔っ払うことは多分ないと思うんで。もうオールフリーよりも味が美味しいね。そうですよね、確かに、うん、なのとオールフリーよりこっちの方が体にいいらしいです、オールフリーって歌ってんの。なんでなんで。なんかその甘味料的なのが実は入ってるみたいな、まあ、いろいろ考え方あるかもしれないですけど、なので、はい、こっちがいいんじゃないかと。美味しい、はい、今日は第6回です。6回目、はい、ということで、あ、名前名乗ってないですね。あ、もう、はたがえ店のちゅうやんです。お、上間谷です。よい子の松本です。という感じで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日は、なんか谷さんも、まさかの、今日の今日で。そう。今さっき、腰やっちゃって。テンションこれで上げられればと。上がんないよ。上がんないですか。年1ぐらいですか？年3ぐらい。年3ぐらい。神山多いですよね、ダンカンさん。確かに。そうだね、それから昔はクックの篠さん、うん、料理長も最近デビューした。あ、ウエンツか。ウエちゃんも最近若くしてデビューしたから腰痛軍団。なるほど、腰痛軍団。ジム行きましょう、ミスター筋肉。いやだ、先生いますから。ジムでぎっくり腰になるよ持ち上げた時腰いい、ね、で、ベンチプレスかも首に脂肪だよ。脂肪です。行くとでもハマります。なるべく避けたいですよね。避けたいと思っちゃう。最近ランニングしますもん。どうか全然体をこう動かすことを諦めてる生きることに必死です今は。自転車を組み立てることで。そうです、年末ですもんね、もう。そうだよね、多分これ流れてる頃はおそらくもう12月うマライアキャリーの季節なんで、ラストスパートだよ、組み立て頑張ります。そうだね、頑張りましょう。あ、そうだねってちょっとそうですもう本当に今日は掴んでくるい。やいやいや、大丈夫です。上げていきましょう。上げてで、その前に1個、はい、先にちょっと僕から謝らなくてはいけないことがあって。どうした？いつもいっぱいハガキを、ハガキではないですね、メールをいただいて、うん、こちらで質問を軸にお話し、うん、ありがたいことにさせていただいてだったんですけど、はい、もう本当に言い訳でしかないんですけど忙しくて、うんうん、送ろう送ろうと思って、谷さんのステッカー、うんうん、全然送れずじまい、うんうん、ノベルティーね、はい、だったんですけど、うんうん、多分どうですかね、1ヶ月前ぐらいですかね、うん、これ聞いてる頃だと多分にはしっかり、送らさせてやっといただいたので、うん、ありがとう。ありがたいことに皆さん優しい言葉で待ってましたっていう感じで、ああ嬉しい、本当に嬉しいだったので。ちょっともっと可愛いステッカー作ろう。あれ変だね。で、いやいや、でもリスナーの皆さんは喜んでいただいたメールを、うんうん、わざわざお返事いただいて、嬉しい。第2弾作ろう、自腹で、はい、なのでまだあるので、今日もね、お送りいただいた方にはなんとステッカーを、ステッカーをまた送らせて、はい、スティッカーね、スティッカーを、うん、本場スティッカーなんですか。え、本場の発音は I don't know 知らないかいなので、まあ、そんな感じでまだ結構あるんで、あれがなくなったら第2弾、
いけるように、まあ、あと400枚ぐらいある一応多分前回そうですね、1人あの2枚か3枚ぐらいは、うんうん、送らせて、ハリオ男ぞよにそこまで、そうだね、そうですね、ポムチですけど送らせていただきました。いいね、はい、貼ってくれるだろうか、何に貼ろうとしてくれるんですかね。ねえ、気になる。もうでも、ね、本当に店頭でラジオを聞きましたよっていう言葉がもう本当にそれだけでありがたいです、うん、最近言われなくなったな言われなくなったよという感じ。さんに言ってください。じゃあハリさんにぜひ収録をさってたからだよね。あ、確かに。コンスタントにやっていけばった。でも頻度上げてくださいっていう声も何人か。そうなんですか、めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいな。一番人気がないコンテンツらしいですけど、ブルーライブででもそうでしょ、多分そうでしょ。あ、まあ、YouTube ってね、成績みたいなのがちゃんと出るから、ね、閲覧数とかね、ドベのドベなんだ。それでいいでしょ。それでいいです、うん、放課後ですか。放課後、放課後ラジオ、本当に放課後ですもんだって気づいた人にだけ、だからちょっとさ、はい、お得な情報じゃないけどさ、あ、聞いてよかったもん、ちょっと入れなきゃダメなんだな。ずっとなんかそうコンビニで何がうまいこと言ってるから確かにそうだね、ちゃんとお得情報、うん、たまにはたまには入れよう、ね、プレゼントコーナーとかあってもいいですね。あ、確かに、クリスマス、あおーすごい、いいね、あ、お年玉になるかもしれない。年末それ企画しましょうか。なんか私物私物、あ、私物でもいいですよ、ね、あ、すごい、商品とかだとさ、お店のあれっぽくなっちゃうからさ、いらねえよって思われるかもしれないけど、いいよ、なんかささやかにそういうのできたらいいですね。年末だし、エッチなやつですか。エッチなやつもいいよ、持ってくるよ。すごい、持ってくるんですか持ち込むんですすごい。で1個ずつ増してさ、はい、で3名に。なるほど、あ、なるほど、なんかあるな、差し上げられるのが多分何かしらね。本当にまあ誕生日嬉しいのは自転車系だと思うので、そしたらもう海外出張時のお土産の非売品系、うん、そうですね、これどうしようってやつありますもんね、うん、お店にね。あと昔めっちゃ気に入ってたけど使わなくなったハンドルとかもあげていいのかな、うん、物で釣るっていう。そうだね、物で釣るということで、はい、今日はですね、リクエストのコーナーにまず行かず新コーナーを治安が考えてきた。今晩のおかずバイク痛い、これもうサビちゃんのエフェクト次第なんで、エコーかけてもらう、エコーかけてもらう。今晩のおかずバイク、そうです、もうワンテイクじゃない、ちょっと漫画声で言ってみて。漫画声ってどういうこと。もうワンテイクちょっと待って、もうアンコール、はい、今晩のこういうのやった、さっきので行きましょう。もうモアンテック最後ちゃう、最後はめちゃくちゃしゃくれていきます。もう一回モアンテック、もうやだ、お願い、信じられない、信じられないぐらいしゃくれていってみて、はい、ちゃんと音取るから、はい、コーナー、新コーナー、今晩のゴールまで行け、おかずバイク、いいね、いや、それをもうこの今後使って爆発をつけてもらいましょう、ね、ドーンマイクドーンすいません、本当にということで、お、うん、前々多分2回目とか3回目のラジオでも少し出てたんですけど、うん、なんか3人でなんか1台のバイク見ながら、ちょっとこのバイクこうだよねとか、なんかそのヒストリーとか、それに、うんうん、まあ、関わったこと何でもいいんですけど、うん、まあ、お客さん以上にこういうこと喋るんだとか、うんうん、まあ、いつもだったらこう自転車の説明とかになっちゃうんですけど、あ、まあ、そういうの抜きに、うんうん、もうビールの、まあ、ビアリーですね、ビアリーのおつまみ、おつまみ、ね、おつまみ、おかずに、おかずに、おかずか、まあ、たまにあるじゃないですか、僕たちもこうナーブスのバイクとかを見てたりとか、うんうん、あれかっこいいよね、あそこやばいよねとかっていうのを、確かに単純にそのまんまできたらなという試みで、いいね、はい、第1回は今日は谷さんにバイクを選んでもらって、わかりました、話していければと思うんで、これはサブちゃんにババンとこうちょっと写真をね、そう、写真を YouTube に当ててもらって、この写真を出してって言えばいいんだよね、はい、うん、じゃあ本日のおかずバイクはこれだブラックマウンテンサイクルの
ラカムラ。おお、すごい。今一番、今一番ちょっと旬が欲しいやつ。はい、おお。ブラックマウンテン最近取り扱いが始まって、ブログではなんかうんちゃらかんちゃら、はい、はいはい、あじゃこじゃ書きましたが、うん、はい、その商売っ気とか、うん、セールストークとか、うん、ブログとか SNS とかお仕事抜きにして、うんうん、ちょっとブラックマウンテン語りたいなと。なるほど、みんなで。いいですね。どうこれ。あ、いいと思います。第1回のお題として。第1回。そうね、結局入ってきた本数が少なかったのと、うん、お客様がポンポコポンとやべーって言ってくれたので、結局俺は買わずじまいのこのファーストロットだったんだが、買った人がいるよね。います。買いましたね。抹茶買ったよね。買いました。俺最初冗談で言ってんのかと思ったんでね、はい、抹茶が買うわっつって言うから。いいよね。そもそも、うん、ブラックマウンテンってカミーマのそのスタートというか、うんうん、なんかカミーマどういう経緯でなんかごめんなさい。なんかみんな多分一緒だと思うけどさ、ネット上ではみんなもう知ってたじゃん、すでに、はい、うん、でなんかお客さんでたまに乗ってる人がいて、日本でもね、あの畑谷っていう人してる人だっけ、日本語お上手な外国の背高い、はい、背高い一台乗ってる人いますよ ね海外の方。紫色メタリックの、うん、モンスタークロス、はいはい、で上馬のお客さんでも乗ってる方がお二人、ね、うん、もともと乗ってる方がお二人いて、でずいぶん前にアメリカで買ったって人と、なんかコロナになる前アメリカと日本行ったり来たりしてるな、買ったで向こうで買ったっていう人がいて、でなんか見たり触ったりする機会はあって、でまあかっこいいじゃん、かっこいいっていうか、なんつったらいいんだろう、渋い、通好み、いい言葉見つかんないけど、派手でバーンってさ、うん、斬新とかかっけえとかじゃなくてさ、はい、じわじわくるこの感じ、うん、プラットバーで組んだ中この緑のオリーブのやつがお客様第1号かな、はい、この方もともとオーシャンエアサイクルランブラー乗っていただいてる方で、はい、まあ、このアメリカのものとかこういうティグの感じの、うん、こうラグのきらびやかなリベンデルじゃなくて、オーシャンエアも共通だけど、こうティグのこの武骨なパイプつないだ感じが多分お好きであろうと思って、はい、きっと気に入ってくれるだろうなと思って見せた、気に入ってくれて組ましてくれて、うん、で本当はねドロップバーで組んでちょうみたいなことが書いてあるバイクなんだけど、はい、この方はお持ちのオーシャンエアをドロップからアルバトロスにしたらめっちゃ調子よかったって経緯があったので、あえてドロップにせずに最初組んだんだよね、はい、でこの方が代々木に行ったんだよね。そうです、代々木公園店にピットインしてくれて、はい、ブラックマウンテン気になってるまっちゃんに食らわしてくれて、はい、まっちゃんが買ってしまったっていう、おっきい気しちゃった、おっきい気しちゃったっていう。僕実写見たことなかったんです実は。ああ本当に、はい、で実写見て、またサブちゃんのブラックマウンテンとか見る前だったんで、うん、組まれてる状態を見て、久々に出張とかでよく食らうやつ、うん、うわこれだってやつ、かっこいいやつ。そっからもうなんか買うわ、これ多分買うんだろうなっていうところまで行ってしまった。サブちゃんが乗ってるさカリフォルニアゴールドって色もさ、はい、いい色じゃん。いい色ですよね。このオリーブもいい。いい色ですね。いい色ですね。2色すげえな、うんうん。なんか古い車から連想してカラー決めてるとか。って言ってた。なんかそんな感じですね。車がソースになることが多いみたいな。うん、あのカリフォルニアゴールドはあのカリフォルニアのその山でこの枯れたっていうか景色の山にパントーンのカラーチップ合わせて。うん、なんか決めてる写真があったね、うん、名前がねカリフォルニアゴールド、ね、名前パワーだよね。名前パワーがかっこよいよ、うん、ね、多分これすんなりかっこいいって思えたのって、うん、我々が最初にそのハンドメイドとは何かっていうのを体感したのがなんかハンターだったりとか、うんうんうん、カリフォルニアのそのティグのバイク、うんうん、あのサークルズさんで扱ってるサークルズさんでやってた西のビルダーさんたちのバイクの空気感、はい、最初はなんだかわかんないけど、うんうん、なんだかわかんねえけどとりあえず
とんでもない魅力を感じるっていう、うんうん、ティグの簡素なバイクなのに、うんうん、なんでこんなに引きつけられてしまうんだろうっていう、ね、なんだろうねこの感じ、あの感じに僕は近いと思ったんですけど、うん、全く一緒、もう本当それを連想した、はい、乗ってもらうのが重要っていう感じっていうか、うちや乗ってるねファルコナーとかもそうだと思うけど、こう装飾的じゃなくて何でしょう、鑑賞用じゃなくて、うん、乗るための、うん、楽しんでくれっていう物体、物体乗るの前提、かっこいいなそんな感じ。そんな感じ。タイさん買わないですか。欲しい、欲しい、欲しかった。このお店にはこのラカブラって一番タイヤ大きいやつと、うん、あとねもうちょっとタイヤがスリムの MCD は結局2本しか入ってこなくて、そうなんです、大きい方が対面限定で買ってましたね。そうだね、はい、あ3本か、 MCD は3本しか入ってこなくて、で3本とももうすでにあの運命の人が見つかり、うんうん、もう納車した方もいれば、今まさにパーツ悩んでる方もいたりで、羨ましいな。MCD がかっこいいですね。かっこいいね。どっちもですよね。ラカブラ乗ったら MCD やっぱいいなと思うし、まあね、MCD 乗ったらラカブラやっぱいいかも、ね、両方だ。まあ、確かに汎用性あるのは MCD なんだけど、ラカブラの方がもう自分が持ってるバイクたちと被んないっていうか。あ、なるほど。そうですね。出た。それは。この感じさ、ね、ドロップバーつけれるトップチューブの長さなのに、はい、2.8、275まで行くと。うん、まあ、2.5 とか6ぐらいで組んで最強じゃん、うん、楽しいだろうなこれ持って遊び行ったら。そうですね、実際キャンプ行けましたもん ね、そうかそうか、まっちゃんはキャンプでも使ってるもんね。ツーリングバイクにもなるっていうのが分かったのと、うんうん、あとこの前谷さんに連れてってもらってマウンテンバイクライドさせてもらって、うんうん、トレイル全然行けたもんね。マウンテンバイクにもなるっていう、ね、マウンテンバイクだけ買っちゃうとそれこそドロップハンドルが付けられなかったりとか、ちょっと障害があるじゃないですか、うんうん、あの形にならないっていうのが意外とマウンテンバイクってあるような気がして、本当に愛の子であること実感したよね。実感しました。両方いけんだって、はい、確かにピュアなマウンテンバイクでオンロードツーリングは嫌だわ、上り坂そうですね、タイヤとか変えるだけで、うん、これどっちにも転べるしね。そうですね、そんな感じが、うん、やっぱクロスなんだよな。そういう思想はクロスっていう感じなんですかね。まちゃんタイヤ29で組んだ。29インチで組みました。でこの今見せていただいてる T 様のチャリが29で組まれてて、ね、この方は29、はい、うん、あと世代、さっきから世代の話しちゃいました、はい、世代的に29憧れってありますあってめちゃくちゃやっぱ大きいタイヤのマウンテンバイクってなんかすごい流行ったじゃないですか、ね、10年前の我々のタイミングで、まあ空手モンキーがドーンと出た時だよね、はい、やたらツーナイナーツーナイナーって言ってた気がして、うんうんうん、なんかこれさ何の話だっけな、ファットバイクの話した時もそうだったと思うんだけどさ、例えば今ちょっと若いさ、例えばウエンツとかトミーとかさ、あのバイクのかっこいいバイクとかバイクの流行りとか分かってる若い子からしたらさ、ファットバイクとか今俺欲しいのそれじゃないっすみたいな、ツーナイナーでかくないですかみたいな、うん、とかあるけど、当時はそうだったんだよね、我々もそう、我々の時は29日初めて出た時に何これかっけってなってそれこそナーブスとかバイクショーも全部のビルダーさんが29日を作って、うん、まだ他の、ねね、大手メーカーが量産品を作ってない中作って、うん、お熱な企画だったっ、ね、でファットバイクもそうじゃん、ね、名だたるビルダーさんが俺だったらファットバイクこうやって作るっていう大喜利があって、だから今だったさ275、ちょっと前だったら275プラスとかさ、あえてその26インチの古いバイクだったりクランカースタイルだったりっていうのもね、同じことなんで、これも回ってくるしね、ちょっと時間が経ったらいやもういいっすになるかもしれないしね。面白いですよね。どう今日のおかずバイク、今日のめちゃくちゃもうこの感じでいいんです、この感じでいい、この感じですもん。本当抹茶ドロッパーつけないの、このバイクドロッパーつけれるっていうのは。ドロッパーつけたいと思いましたし、うん、あのツーリングはツーナイナーで良かったんですけど、うんうん、あの本当に本格的にやっぱオフロードを走ろうとすると、うん、
27.5 がもう一本組んじゃう、調子いい臭いんじゃないかなっていうので、うんうんうん、それいかないと分かんないですよね。そうだよね。初めはその29で組みたいっていうのがやっぱ根強いですよね、うん、なんかありますねやっぱ。でも実際さ、はい、キャンプツーリングしてた時多分俺ツーナイナーじゃなかった、はい、多分ついていけなかったと思う。そうっすよね。だから2本ホイールが用意できるチャリってすげえなと。確かに。で用途変えればいい、ね、用途変えたりとかして、うんうん、このフレームが1本あったら、うんうん、オンオフとあと長距離短距離の快感を全部補完できる気がするから、うんうん、あれっつってこれ1台でいいんじゃねってなる人ももしかしたらいるんじゃないかっていう。セットあってもいいのかもな。そうですよね、うん、275の2.8 ぐらいでいいのかな、マックスですね、うん、それいちょっと以下ぐらいで、うんうん、650になって、エフィントゥナイナーは、まあまあ、まあ、むずいのは、2.35 とか、はい、2.4 とかだと、BB 低くなりそう。そうですね、確かに。俺、自分のツーナイナーを、1回275に1個にして、最初めっちゃ調子いいかもと思ったんだけど、まあ、プラスが入んないから 2.4 で乗ってて、うん、で、BB が低くなっちゃう。あの、木の根っことシャレ神戸ってこれ抹茶しろかねえけど、なんか魔界村の面みたいな路面のところがあって、頭蓋骨くらいの大きな石と木の根っこで魔界村みたいな、そこでもペダル当たりまくって死にかけたから。そうなんですね。まあ最初タイヤの太さ気にするとなるとやっぱ 2.6 か 2.8 ぐらいになるのね。そうすると自走系のライドは結構きついよね。確かにかなりですよね。迷うねこれは。で遊べるのがいいなって。そうだね、はい、おもろい。チョイスがいっぱいあるから、うん、なんかブルーラグでこんなこと言ったらなんかみんな怒られそうだけど、2本目のホイールだったら俺も XT の缶組とかでいいわけですよ。あ、そうです、うん、あ確かに。あ、なるほど。2級でオンロードも転がすような方はきちんとクリスキングの、ね、ブーストハブで組んで、うん、でもう一個サブのホイールでたまに泥遊び用でどうせペシャンコンするんだったら、うん、XT の缶組で275でガシガシ使うみたいな、ね、で WTB かマキシスの 2.6 とかここで泥だらけにしても洗わねえぐらいの、めっちゃいいですね。そんなのもいいかもしれない、うん、なのでそうですね、ドロッパーもやっぱつけてつけてですね、つけてみたいよね。つけてつけてまた遊び行きたい、遊び行きたいですね。調子いい癖よねそれは、はい、あとあのやっぱバウンスバウンスがすごくて、はい、やっぱなるほど、飛ぶんで、うん、やっぱサドルも下げたいなって。なるほど、ね、結構みんなのペースに、僕は久々のマウンテンバイクライドだったんで、はい、もう緊張してるしちょっと怖えしで、うん、ずっと後ろついていったんですけど、はい、みんなテンション高かったしな。そう、急に地面消えた、もう規制走ってたもんねキャーッうん、でも本当いいバイク、昼夜のライドでいいバイクだなと思ったけど、もっといいバイクだなってこの前のマウンテンライって思って。いいよね、はい、サイズがね15があと1本あるんだよね。15緑色の方ですね、オリーブの15。ちょっとこれ誰か乗ってほしいね。次あれ次春ぐらいに入ってくる、まあ来年夏ですかね、うん、分かんない、それぐらいですよね、うん、年内はもうなくて、そうですね、ただもう追加というか、うん、次彼が作る分は一緒に、はい、うん、向こうで販売する分とうちで販売する分ってことになるから、はい、楽しみですね。じゃあ楽しみ、面白い。同じ色で来るかな、俺どっちか色変えてくれても嬉しいな、うん、何色にします。カフェオレみたいなブラウンとかあったら超かっこいい、超かっこいいですね。ブラウンやばいですね。あれこれ、あ、MCD にあるそのブルーム、うん、あー、これ来たらやばくないですか。やばいよね、この濃いインディゴみたいな色ね、はい、かっこいいよね、うん、あれが欲しくなっちゃうかっこいいな、かっこいい。これ2人だったらラカブラをどうやって組みますか。難しい。もし乗るとしたら、で僕はもうあれかもしれないです、その谷さんのさっき言ってた、うん、やっぱ結局ないところを探すしかなくなってく、うん、ると2.8 とかで太いので、うんうん、山遊びバイクに単純に、ああでも分かんないですね、いざ組むってなったら身長を考えて29でやっぱ組みてえって思っちゃうかもしれないですね。うん、29だと
2.4 まで、あ 2.4 まで入るんだ、うん、マイクさんは2級の 2.4 でドロップだった。あかっこよ、まあ、あの人めちゃくちゃでかいもんね、多分190ぐらいあるんで。29の 2.4 で東京じゃ乗らないですよ。乗らない。マイクさんの走ってるところの写真見たら必要と思って、結構すごいとこ分布下半分たまるよな。でもなんだろう、ファッティーズフィットファインじゃないけど、はい、太いに越したことないっていうか、うんうん、俺太い方でそんな太くなくていいよっていうのは俺この世にないと思う、うん、太けりゃ太い方がタイム出すとかスピード出すだったら邪魔なものだけど、はい、太けりゃ太い方が良くて、うん、細い方は逆に細くなればなるほど一定を超えると楽しくなくなったり危なかったりすると思うけど、だからぶっちゃけ 38C で行けるじゃんその道だけど、うん、そこを29で行くのは全然俺はかっこいいし楽しい遊びだと思うな。 38C で行けちゃうけどそこの道 29.2.4 だったら片手手放しでカメラ持ちながら走れてするしね、うん、確かに遊び方変わる、うん、確かになんつってよそんな感じ、うん、ドロップで組んだやつ、あこれとかね、ドロップバージョンかっこいい。最初に組んだフラットのやつから、うん、同じ方がドロップを試したいっつってドロップにしてくれた。でこれ見越してねショートリーチにしてあるのブレーキとかだからハンドルだけポコンと、あなるほど、ね、変えられる。あとはこのラジオを編集してくれてるサブちゃんもドロップで乗ってる。カリフォルニアゴールドいいね、かっこいい、かっこいい。シルバーのパーツもいいね。松本さんフラットバー、フラットバー、ぶっちゃけ組むときパーツ手に入んなかったでしょ。やべえつって一番パーツないときねえつってダイナモ入れたかったんですけど、うんうん、そのブーストのダイナモがそうだよね、ま、なくて、うん、さっきのラカブラで多分売り切れたんですよね、うん、ああそうか、さっきの T 様のラカブラで売り切れてて、うん、僕は後から組んでるんで、うんうん、わあないなないな、どうしようどうしようっつったら、うん、チューヤンがキングありますよって言われてキングのブーストありますよだって金があるんかいってなってから冷や汗かいて買いましたね。買ったあるんかいっつって夜中12時半の1時ぐらいにザイムしてたら泥棒かと思ってリアならありますよみたいなこと言われて、うん、あリアあるんかっつって、フロントどうなんだろうっつったらシムワークスさんに1個だけあって、合体合体っつって、ね、でもいいハブもシルバーは確かあったんでしたっけ、なんかそうっすよね、ダイナモフロントそうっすよね、そう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 、でリア黒なのにシルバーさすがにってなって、そうだよね、でフロントあったらラッキーですねって言ったら、はい、本当にフロントあって、うん、僕今ブルース・ゴードンの48つけてるんですけど、これでツーリングに行ってきたんですけど、うんうん、あのコンチネンタル今マウンテンキング、うんうん、2級の 2.2 あれ調子良かったつけてて、あの状態がかっこよすぎて、うん、ちょっともう一回写真撮っても私超調子よくて、もうやべえっつって、ちょっといじったら写真撮っといた方がいいんじゃない、ね、今サドルも変わってなかった SDG のちゃんサドル SDG でしょ、あのジルベルソーが合わなすぎてあの松本さんの玉キーンと合わなかった玉キーンとなんかあれですよね、穴開きだと中から棒がこう出てきて、あのトムソンのこうボルトがトムソンのボルトがあそこが出てくる、あの穴から出てくるんですよそれは商品レビュー書かなきゃな2本のつもりすいやすいやリアルリアルエッチな自転車ですよ、そうだよね、そうそうこれ放送できないピーって使ったわけじゃん、いいってやつ俺なんかレモンサワー2本ぐらい飲んでる状態でフリッカー上がってるの見て、まっちゃん好きだなと思ったわアメカジが好きなんだなっていう、いやいやいや、このね、信じられないぐらいフォークがかっこいいですね、かっこいい、はい、それだけ伝えていきたい、確かに、ね、フォークを見て30分飲める、かっこいいよね、何でも言ってくれみたいな俺だったら頑張るぞっていう、このセグメンタルフォークのこのずっしり感とスルーアックスルってマジすごいですよね、すごいカッチカチカッチカチでクイックリリースなんてなくなっちゃうんじゃねえかぐらいマジ素晴らしさっていうか、カティマジ面白いですよね、いいよね、自転車の進化が目の当たりにしました、いいね、バーエンド、はい、オリグリップ、ブルースゴード、いいね、アメカジやね、はい、アメカジですね、はい、こんなところですか、また次回は松本さんに、うん、チョイスしてもらってそれを
おかずバイト。おかずに。おかずに。話しましょう。いいね。いや、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ああ、うまい。俺も言いたいな。これ最初に言おう、次回。今日もごちそうさまでした。ごちそうさまでした。中村、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、今日のリクエストのコーナー。お今日は特にもないです。ないの？いつもの。今日みたいなのはないですか？普通にリクエストで。つきた。はい。つきました。ちょっと一回。ちょっと年末まで考えます。なので、お客様からいくつかいただいている中で、はい、今日はピコッとこう、なんか抜いてきたんで、それを時間のある限り、はい、いければなという感じで。はい。まあ、2個、3個ぐらいですかね。うん、はい。ということで、いきます。はい。ペンネーム、黄色のパンダさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、はじめまして。いつもラジオ楽しみに、拝聴しております。本当にありがとうございます。マジでありがとうございます。さて、私はロードバイクをきっかけに自転車を始め、今では3、40年前の古い自転車を自分で直し、乗ることに喜びを感じています。いいですね。はい。そこで質問なのですが、お三方の考える、ここの整備好きなんだよな、いや、これやりがいあるよなといった工程はどのようなものでしょうか。お教えいただければ幸いです。ちなみに私はカップ&コーンハブの玉当たり調整をするのが好きです。なるほど。 PS ラジオの更新頻度がもっと上がりますように、びっくりマーク。おこれは中也がサボってたからそうですね、全部僕のせい。本当にいつでも本当だぞ。すいません、すいません、気をつけろなすりつけたい方がいいですね。いやいやいや、そうです、そうです。僕はね、ったからそうやるやんないですよ。なんですか、なんかありますパッと、まあ、バラ玉玉当たりはすごくわかるよね。で、作業、いろんな作業があるけどさ、はい、特になんかこうフェチ的にやってて興奮する行為があるよね。そのお仕事としてしっかりやろうっていう部分と、これやりてえっていう。なるほど。あるよね。なんだろう。でも、その黄色いパンダさんと一緒で、はいはいはい、バラ玉の玉当たりは好き。ハブもヘッドも。あで、特にその工程の中で、こう、なんだろう、トレーの中でリテーナー付きのバラ玉を歯ブラシで、ディグリザーでシュッ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 ってやるんだけど、あれがずっとやってられる。かわいいっすね。綺麗になった。確かに。綺麗になった。フォワードの内藤さんが昔おっしゃってた。はい。舐めれるまで綺麗にしよう。はい。お前もうそれグリス塗んの？まだ舐められないじゃん。それ汚いじゃん。舐められるまで。おまあ、舐めないけどね。あのそれぐらい、それぐらいってことですね。うん、僕、はい。あの、多分自転車屋さんになりたかった頃の憧れも含めて、これヘッドパーツ入れるのすごい、やっぱ今でも嬉しいっていうか、なんか自転車さんになったなって思いながらやってます、僕は。ニュ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 あの専用工具でこう、確かにこう 圧入って憧れてたんだよ、僕は。あのそれは、しかもクリス・キングとかフィルウッドとかね、うんうん、高級ヘッドセットを入れるあの瞬間が、俺はメカニックなんだと、うん、確かにかっこいいですよね。嬉しい。単純に、うん、あの旗からたまにこう、そうそうそう、売り場いて金子さんとか、うん、まあ、あとデジとか、なんかこう絵になるね、絵になる、そうですね、うん、なんかこうやっぱあの時ってこうロゴ揃えようとかこうちょっと意識結構するじゃないですか。その瞬間なのか分かんないですけど、うん、確かに。あとフィルット の, あのヘッドに見えないロゴが入ってるから、あれを絶対バチッとこう正面で合わせるっていう。だからあれ今まで結構ちゃんと合わせてなかったんだけど、まっちゃんの YouTube などの組み付け動画でちゃんと外側にドット打って芯出してんの見て、やべえ俺ここまでちゃんとやってねえやと思って真似してる。確かに。ヘッドパーツ、ヘッドパーツですね。ちやさんは、なんか意外に本当にただタップ切るとか、あ気持ちいいよね。あの、うん、ゾリゾリ、やっぱ塗装されたフレーム扱うことが多いので、うん、M5 のタップ、 M5 のタップ、あ変態だね。 M5 の、 M5 のタップ、あの ボトルのところとか。俺 BB のこと言ってるのか。俺も BB のことかと思った。 BB もでもそうですね、サビごとさ、サリ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 、確かに
ちょっとあん時唯一自転車組む中でナルシスト入ってるかもしれないです、うん、ちょっとかっこいいもかっこいいかもしれないと思ってる俺の手さばきを見ようみたいなくるくるくるってくるくるくるって、ね、確かにでも BB もそうですね、フィールの BB つけるのとか好きかもしれないです、うん、BB の中でもやっぱちょっと特別っすね、うん、めちゃくちゃなんか興奮します、うん、フィールの BB あれはクランパー、あクランパーでついてホイールピュンって回してパキーンって決まるときあるじゃん、マジ死んでいるとそうっすね。でさ去年さ買ってもらったじゃん、あのおねだりしてさ高いさ、はいはい、あのディスクマウントのフラット出す、はいはいはい、あれシャキッと出して芯出してクランパーパキーンパキーンめちゃくちゃ効くじゃん、うん、あれ気持ちいい、確かに良いですね、ありますね、あるね、あるある。でも前なんかお二人どっちか話されてたかもしれないですけど、うん、単純にヘッドパッドつけるじゃないですか、うん、で準備していたホイールをこうスチャッと入れスチャッと入れて地面に置いた時、あの瞬間設置こう始まるぞっていうのと、うん、なんかもう結構6割ぐらいこう見えてる感じが、うん、うわっていういいね、あの瞬間ね、自転車になりつつある、うん、意外とあれかも、うん、あと M1 ラクトが別に何個でもつけられるかもしれないです。あれはそうだね、フルオートで手が動くようになったら確かに何も考えないいい、まあ、でもやっぱ新しい、あと新しいのやっぱちょっとするのもドロッパーつけてみるとか、それこそ今でこそ当たり前ですけどダイナモの配線やってみるとか、うん、楽しい大変な時はもう本当に夜中とかもなんだよって思いますけど、やりがいあるな。答えになってるのかな、何だっけ、ここの整備好きなんだよな、これやりがいあるよな、合ってるか、合ってるね、合ってる。逆にあります、この作業苦手だなとか、あるはずだな、あるはずだな。僕は本当にちょっとブルーラグニッチな感じかもしれないですけど、うん、あのクロスチェックのエンドのネジ、入れるのがもう毎回いやもうお前とまた向き合うのかっていう、ドロップエンドのね、ドロップエンドのネジ、塗膜が乗っちゃってるとね、確かに気使うよね。そうですね、なんだろうな、俺の苦手、なんか今日もなんか苦手なことやってた気がする、もう忘れちゃった。あ、分かった、俺苦手というかもうちょっとその仕事をやるよ、はい、一生懸命でも嫌いなやつある。なんですか。あの日東のバンドでラック止めるとき手痛くない、あれ痛い、ああやだ俺。でバンド系は僕も今考えたのは競輪フレームのトップチューブのブレーキのケーブル、あれもなんか綺麗なやつだと、そうです、綺麗なフレームとかだと傷入っちゃうんじゃないかと思って、ヒヤヒヤする、ヒヤヒヤする、確かに確かに日東のバンドもあれさ、左手で麦を潰しながら、はい、ね、M5 をさナットで受けるじゃん、はいはい、手が足りないじゃん。足りないです。もう俺のスタンドがスタープラチナで、ムギュっていうのをスタープラチナがオラーってやってくれたら、その間に俺がナットでこうやるんだけど、はい、俺はスタープラチナ使えないから手が超痛い。なんかありますか、マサさん。嫌なの。ない。ない。おすごい。すごい。嘘です。忍者巻きかな。それは出しちゃうと思う。忍者巻きか。苦手って。じゃあ忍者巻きか。うん、疲れてる時のコラムカット、うん、あー分かるよ、もう一生切れねえんじゃねえかみたいな時があって、うん、あ ED コーティングでしょ、硬い、うん、あれ切るとサーリーって頑丈だなって思うよね。でトミーがチラチラ見てくるんですよ、切れてねえなこいつこいつ多分疲れてるなと、うん、それを隠さなきゃいけないから、隠さないといけないから一回俺パソコンとか行くんですよ、あ休むの中間なんか、ああ連絡しなきゃいけない、忘れてたこと、メールチェック、その間にうわーっつって、うわー行くぞーっつってグワーってやってまだ切れない、僕歯のせいにしますね、あー歯みたいな、これいや変えはしないですけどこの歯だからっていう目をして、ノコギリの歯減ってんなみたいな、この指にさって情けねえなと思うんですよ、あれそう苦手っていうか情けないなぐらいぐらいかな。もう一個言っていい？あ、いいです、いいです。苦手なことばっか言ってたらお客さん来なくなる。そうですよね、結構爆弾、いやいやいや、一生懸命一番人気ないコンテンツなんだ、手こずる、手こずる、パセンティブルベ 700C のフレートです。軽くて柔らかいリムはね、やっぱね、
一生やりますもんね、あれね。あれ俺さ、自分のサムヒルボーンでもね使ってるし、好きなリムなんだけど、うん、A2 サイズ軽いし、はい、あれ仕上がんの 1.2 倍じゃない、他のホイールの。そうですね、補足するとそうですね、ホイール組の工程の中で、うんうん、馴染みって言って、こう乗ってからこうフレが出ないようにちょっとこう力をいっぱいかけていじめるのよ、ね、そうですね、ホイールを。その作業をしてあげて、まあ、またホイール組してっていうのを繰り返す作業なんですけど、なかなかセンターでない、ね、そうですよね、確かに難しいですよね。ね、あのリムかっこいいから使うけど、はい、そんな感じでいいでしょうか。感じですかね。じゃあ先駆けステッカーを、先駆けステッカーを、うん、お送りします。お送りします。なる早で、本当に聞いてくれて嬉しいですね。嬉しいです、ありがたい。そしたらもう一個だけいけましょうか。 NEXT NEXT NEXT、はじめまして。はじめまして。はい、K と申します。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、質問コーナーに投稿してくご連絡させていただきました。嬉しいです。これまで自転車に関わる買い物で失敗はありますか？特にフレームで。先日私は憧れの、オールドクラインのフレームを手に入れ頑張ってレストアしました。しかし乗り心地があまり良くない、結局もともと持っていた調子のいい自転車ばかり乗ってしまいます、はい、なるほど。ハンドルもクライン純正のもので変えるわけにいかず、はい、あまり乗っていて楽しくないし、とはいえかなり憧れて、ルックスもめちゃくちゃかっこいいし、でストアはめちゃくちゃ楽しかったのですが、いざ出来上がってからは、なんとなく気まずいというか、彼かっこクラインと目が合うたび、申し訳なさでいっぱいになります。なるほど。以前放課後ラジオで谷さんが十数年前にシクロクロスのフレームを買って失敗した話を聞いて、なんとなく救われた気持ちになりました、うん、はい、そんな失敗談が聞けると嬉しいです。よろしくお願いします。古いフレームはそうだよな、確かに儚さとか、ね、特にフレームで、うん、特にフレームで失敗談で、ね、フレームでか、中古とか古いやつはまずサイズで失敗したこともあるし、あ、うん、おっ、終わっちゃった。いやいや、これを話を、じゃあ最後にロスタイム、ロスタイムにしましょう。ロスタイム、突入です。競輪ピストなんてさ、はい、自分のサイズなんて分かってなかったし、売ってるところがさ、はい、中古屋さんかさ、オークションだったじゃん、はい、とかなるともうミスりまくってた。今考えたら絶対ちっちゃいでしょってやつに乗ってた、うん、ああ、そう考えると僕も一番最初のフレームってミスってるんですね。やっぱ、うん、あの別に富士が悪いとかじゃないですけど、うんうん、買ってハマっちゃったがゆえにトリックとこう技 BMX っぽいに走っちゃったんで、うん、1年ぐらいでもうヘッドの1日のシュレッド何回舐めたことかで、うんうんうん、もうこんな乗ってらんねえっつって。そうですね、フレームだとそれかな。もう完成車ですけどね、うん、ブルーラグ入ってから買ったもので失敗したわ。Kさんにその救いの手を述べるようってあれだけど、はい、多分それで手放しちゃう方が失敗したって思うかもしれない。ああ、それもありますね。っていう説で、だから今たまたまタイミングじゃないとか組み方が分かんなくてフィットしてないかもしれないけど、もしかしたら何年か後に時期が来て、あ、こういう付き合い方ができるんだって思った時に手放しちゃってて、僕はそれでミスったって思ってることがめっちゃ多くて、そうですね、なんか時期が違ったりシチュエーションが違うと使う用途も変わってるはずなんで、もし持っていられるようだったら可能な限り自分がね、そうですね、ビビッと来て買ったものだからなるべく所有してもらった方がいいのかなと思っております。僕は数々の持ってみる、数々の失敗を経て。まっちゃんダンジャリ好きだもんね。手放すもんね。好きなんですよ。僕1台の自転車を乗り続けたいって昔思ってたんですよ。だからサムがあって他のバイクに乗れないのが失礼だって思ったんですけど、今も真逆でもうハレンチなぐらいね自転車を持ち、ハーレムを作りたいでしょ、はい、1日に1台
別々のチャリ乗るぐらいの、うんうん、その許容を持てるようになりました、うん、だから今もうチャリ増やしたくてしょうがないですよ。いいね、はい、だから頑張れ。それはでも、うん、谷さんもそうですよね。僕もそう。あ、僕もそうなんで、やっぱ、うん、手放さないのが基本ですよね。これは本当乗らない、うん、そうそうそう、もうサイズも合わないしとか失敗失敗っていうんだったらいいかもしれないですけど、うんうん、ちょっとその憧れていたとか今の確かにお話聞いた感じで、うん、乗ってたいな、そうですね、乗ってたいなとかかっこいいのになって思ってるんだったら、ね、絶対持ってた方がいいですね、うん、俺は今そのしっくりこない理由がサイズなんだとしたら手放すべきだと。確かにそうですね、サイズが合う人に、うん、でかいとか小さいとかだったらサイズ合ってるんだったら、うん、まっちゃんの言うとおり乗っといた、うん、確かに、うん、のとあと乗り味もしっくりこないっておっしゃってたよね、ケイさんね。で乗り味の場合、俺思い出したんだけどさ、リー・ベンデルのグラントさんがあの昔の自分の作ったバイクたちをすごく褒められる、うん、多分アメリカ中世界中から、うん、ブリヂストンのね、うん、X1 があなたの最高傑作だとか、うん、あのバイクはもう手に入らないのか、はい、作らないのか復刻しないのかって、まあ、言われ褒められるけど、あれは私の最高傑作ではないと、うん、あの時の自分より今の自分の方が、うん、いろいろものも知ってるし経験も積んだしいいものが作れるから、古いもの美しいかっこいいって言ってくれるのは嬉しいんだけど、うん、今の私はもっといいものを作ってるんだよ、うん、作れるんだよっていうことをなんか何回かに分けてブラグも書いてて、はい、昔のブリヂストンの広告に PDF にしてそこに注釈入れてなったりしてて、過去の自分を否定じゃないけど今の方っていうのがあるから、もしかしたら古いものの楽しみ方としてそれが進化して今のバイクになったわけだから、求めるものが間違っちゃうと乗った時しっくり来ないかもしれない、うん、不便を楽しむというか、うん、やっぱオートフォーカスついてないカメラじゃないけど、うん、そうっすね、なんかわざわざそれに乗るっていう、うん、チャンネルを、うん、ぶっちゃけ乗り心地しっくりくるとか乗って楽しい乗って気持ちいい探すんだったら今のバイク買った方が絶対そうですよね、そうですね、まあ、確かにそれはもう本当そうですよね。それがもう世界中のバイクメカニックとバイクデザイナーの、うん、切磋琢磨の末に今のバイクに進化してるわけだから、はい、確かに、あの時の名車が今の普通のバイクよりもいいわけ絶対ない。そうですね、でも俺は思っちゃう、めっちゃそれだ、うん、やれやれと思って乗ってもらえたらいいんですね、うんうん、なんつって真面目な、うん、そうですね、松本さん今日スルー最高って言ってました。傑作だよ、傑作です、あれでも10年後違うかもしれないでもそれでいいと思うんですよね、うん、それでいい、本当そんなところです、はい、真面目に答えた、ね、いいんです。先駆けステッカーを、先駆けステッカーを今日は2名様にありがとうございます。ありがとうございました。もう嬉しいな。そうですね、うん、嬉しいです。なんで年末、うん、分かんないスペシャルになるのか、うんうん、ちょっとプレゼント交換になるか分かんないですけど、うんうん、相変わらず、うん、CHUYAN@ブルーラグ .com ですね、うんうん、までにメールをいただければ嬉しい限りなので、か、まあ、コメント欄でも全然、うん、YouTube のそれでも全然大丈夫です。そうか、はい、次は温泉旅館でやろう。いい、ね、あ、本当に言いましたね、行きますよ12月一泊温泉旅館で年末スペシャル、年末スペシャルで勝手に一番人気ないコンテンツに音声ってやがる、うんうん、ジッピジッピジッピ行きましょう、本当に。そうしたらね、大盤振る舞いにしましょうよ何頼める？あ、その時じゃあれやるですね、温泉行ってるのにセブンイレブンの持ち寄りとか。うわ船盛りがいいな、俺は船盛りだなんかないですか最近、もうまたこんな感じになっちゃいましたけど、もうないですか特に食べたい。本当は今日、はい、このコンビニのコーナーのために買ってこいと思ったんだけど、お、あるんですか、最新、腰痛くて行けなかったからまた次持ってくる。ぜひチュヤンなんかある、最近の、最近のチュヤンの食生活教えてよ。最近の食生活はちょっと健康になりました。おポテチバカバカ食ってたのやめて、思い出すいいのか悪いのか分かんないですけど、バカバカ豆腐の上にキムチだけ乗っけてそれをおつまみにしてます。変わってるね、変わってるな、はい、うん、ちょっと辛いよね、豆腐とキムチね、美味しいですね、ただキムチ乗っけるだけでこんなうまいんだと思って、うまい。コンビニがなんかないですか、逆におすすめ、これ食っとけ。コンビニか、その言うやつ先用意してたのはこの持ってくるよ、食わせたいから。わかりました。いまだにやっぱ第2回か第3回の時に谷さんが言ってたあの、うん、
ハツ、柱。ああ、セブンイレブンのドシブ。たまにしか。ドーモツセット。ドーモツセット。美味しい。本当に飛ぶぞっていう。確かに飛んだし。あともう一個言いたいのは、あの、松本さんの帝国ホテルスープですね。帝国ホテルスープね。うまかった。うまかった。帝国ホテルスープではないんですけど、これもラジオで言ってた、ポテトポタージュ。ポテトポタージュ。セブンイレブンで売ってます。オッケー。それ今日こそ買おうかな。本当にびっくりしました。もう朝セブ、キャンプで飲んだってエフェクトもあるかもしれないですけど、一番、やっぱり、実績あるんだなと思ったのは、キャンプの帰りのセブンイレブンで、もうそのポテトポタージュでコーナー展開してたんですよ。ほんと。そうよ。やっぱキャンプ場でぴったりなんじゃないの？みんなでも冬、もう冬っすから。谷さんの腰も一発でなもんですよ。そうそう。はい、ああ、腰で。結構よくなります。こんなところで。じゃあ次回はスペシャル。温泉宿から。年末スペシャルか。はい、やっていいのかな？やりますよ。あれしよう。はい、あの、はがきの人も、いつものノベルティプラス、ちょっとなんか、ね、豪華なプレゼント。豪華なプレゼントしましょう、ちゃんと。来たらいいよね。ステッカーとこれとか。来たらここに。あ、ゲスト。旅館に。あ、旅館に。いいね。一緒に泊まりましょう。大部屋しよう。なんか、つかのあの、忘年会みたいな。歌いますよ。いいでしょ。はい。やろう。はい。プレゼントも豪華に。うん、なんか、それやろう。はい。そんな感じで。はい。お願いします。今日も。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。